こんにちは、今回はエッグトマトを超えたデッキを紹介していきたいと思うんですが、まあこの、クラキそこより入れるもの、これがすごい強いと今言われてて、まあスタッツはそんなに高くないんですが、まあ潜伏持って攻撃したら6点与えると、でラストワードで、破壊したら6点与える、だからこれ出しただけで、まあ、6点相手に与えることは確定してると。で、まあ、尻尾を見てもらうと、一応こいつタコやねんな、タコあクラーケンやわ。で、まあ進化するとウルズとのコンボで、まあ、OTK、まあ、可能なんですが、まあ、それはちょっと 上級者向けかな。まあ、とりあえず、このデッキ、まあ、使っていきたいんですが、まあ、結構簡単にこのクラキ、そこより入れるものが出せて、まあ、例えばこいつ、ラストワードで、まあ、コスト最大のフォロワーを、まあ、手札から出すとか、バフォメットとか、あとこいつ、バンダースナッチ、まあ、エンハンス7でラストワード自分の、デッキからコスト6以上のフォロワー出せるから、まあ、こいつが確定で呼べると。だからまあストロームなんとかサージェント、ストロームスパイルトイサージェント、まあ、あのデッキよりも全然強いと思うし、まあ、ウルズとのコンボで OTK 決められるし、さらに、まあ、漆黒の契約で、まあ、ドローソースもしっかりしてると。で序盤は回復できるのに、まあ、組んでるので、まあ、次回のこうマスター昇格戦、何だっけ昇格戦の時に、使い小賢しいな、毎秒な後ろゼロはやばいわ、ゼロは。とりあえずまあ入れ替えて、まあ漆黒の契約がこれはすごい大きいし、まあ悪魔の鍵自体も、手札にクラキそこより入れるものが来れば、まあほぼ確実に出せると。でなんでこんな強すぎるカードを、ブロンズにしたかっていうのがすごいよくわからないんですが、まあ、悪魔の鍵はすごい今注目されてるカードで、まあ、ベネズエラ、まあ、エッグトマトを超えたあしかも来たな、これもう買ったやんこの時点でバフォメットも来てるしな。もうクラキそこより出るもの出しまくるか。悪魔の鍵2枚目でこれよく見てもらうと分かるんですけど、悪魔の鍵から汁が垂れてるよ、これ。目から目の目汁うわ悪魔の鍵か、目汁やな、目汁。OTK のパーツが揃いましたただ相手も OTK してくる可能性があるよな、これ。クラキそこより出るもの出してからっていうパターンが出てきて、小賢しいな小賢しいな。なるほどなるほどなるほどな。ダメージ受けたから減っていったと。漆黒の契約か、まあ、漆黒打ちます。で、まあ、こっち進化して、まあ、しっかり顔を狙っていくかまあでもなんやろ、3ターン後に、まあ、8コスのフォロワーが出ると考えると、悪魔の鍵チートすぎへんかしかも自分のターン開始時やから、まあ、相当強いと思うわ。まあ、相手も OTK デッキで組んでくるんであればちょっと怖いんですが、まあ、OTK ワンパイアができてしまったっていうのがちょっと怖いよな。しかも6コスぐらいでこれが飛んでくるわけやからな。じゃあ環境変わりすぎっていうのもあるかな。まあ、悪魔の鍵は相当強いと思うわ。でまあ、目視力もあるし、悠長やな悠長やな。でさすがに、まあ、スイートワンパイは破壊しないと、きついんじゃないか。毎ターン回復されてしまうしな。まあ、次のターン目覚めなさいでもいいような気がするな、普通にまあ取りますと。なるほどなるほど。まあ別に体力にも余裕があるし、目覚めなさいでも良さそうな気がするな。ユニコ、グリームニル、まあ、ここじゃあバフォメット出して、まあ進化使っていくかでしっかりこいつを5コスにして、もう OTK 決めていくか。ここ攻撃しちゃって、でも次のターン、クラキそこより入れるもの、ただこいつ攻撃すると、潜伏、そうか潜伏で攻撃したのか。まあまあ面白いフォロワーやな、やっぱり攻撃するだけ6点いくのか。で進化すると8点いくか。え強ない、え進化すると8点、潜伏状態で攻撃した、え強っ、え進化で攻撃しただけで相当強いぞこいつ。エッグトマトの汁が弾けるといった表現が正しいかな。
まあ普通に OTK もできるけど、もう攻めていってもいいよな普通に。じゃあこいつ行く ?1 体目出します。破滅の果てに、うわっで進化するやん。え、てか買ったこれ、え、8点いくんやな、これ攻撃し、え、無情の暗黒、知りて恐れよ、貴様の力を認めればならない。え、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか嫌な予感はしたけど、はっていったぞ。え、てか、進化圏のこと、ちょっと待って、強すぎない？え、しかも、スタッツも8、9やろ？で、破壊して、破壊されたら8点食らうやろ？え、ラストワード8点で、こう、え、ってことは進化で、バフォメットとのコンボ決めたら16点は確定ってことか？え、ちょっとナーフされる、ね、ナーフされるやろこれ。え、やば、え、やばい。え、強すぎないかこれ。普通にバフォメ、え、てか悪魔のか、え、強すぎて言葉が出てこないわ。え、知るやん、知る。やばやばやばい。今たまたま、やばいやばい。今のやばい。やばい。え、8点買おうって、ちょっと待って。防ぎようがないやん、あんなやられたら。さすがにクソゲー化するぞ、これ。え、あんな敵がやってきたら相当、やばない、今のやばいわ、絶対。なんか進化圏温存していくデッキになるのかな、このデッキ。まぁ、ちょっと今、試作の段階やから、でもドラゴンとかこれ余裕じゃない？だって相手 PP ブーストとか、悠長のことするわけやろ？悠長やな、悠長。まあ出ます。攻撃します。とりあえずまず悪魔の鍵打つか。で、執行の契約で下げていくか。で、毎ターン2枚ドローできるから、悪魔の鍵で全然、いや、強ない、このデッキ。チートやろ、チート。まあ回復します。来ちゃったぞ、1枚目。な、まあユニコ、まあこれターン終了しとくか。あ、でも怖いか。まあ一応攻撃しとくわ。ああ、もうめんどくさいから。次のターン、灰色の剣士で、まあ、取れないし、この2体で。まあ、一応、体力下げとくって意味で。え、強いぞ、これ。普通に強いんだが、16点、この時点で確定？え、やばい。これさすがにチートやわ。ナーフするぞ、これ絶対。ナーフ確定やん。進化します。なるほど。小賢しいな。ただ、それだと、まあ、裁きは打てないか。で、攻撃します。なるほどな。小賢しいな。ハイロン剣士も対応できないしな。スイートアンパイア。で、悪魔の鍵か。もうここ、ハイロの戦士撃つしかなさそうやな。ハイロで2点与えるんやったっけ？ 2 点与えて、で、進化を使っていくか。まあ一応回復できるっていうのが大きな、点やろうな、こいつ。しかも必殺持ってるんで、結構このミッドレンジワンパイアっていうかコントロールワンパイアが息を吹き返すんじゃないか。こう強すぎるぞ、このデッキ。まあ進化圏は1個残しとくっていうのがちょっと考えてるんで、まあ進化圏なくても強いしな。悠長やな。悠長。で、これ目視力来ても全然、まあクラキ、そこより出るものは無料で出せるから、悠長やな。結構焦っとんな、相手。まあ、目視力が欲しいかな、若干。顔狙うんか？まあ、さ、悠長なことしてる暇なさそうやけどな。まあ、復讐状態だと裁きの悪魔で返せるんですが、なんとか強いカードを来てほしいな。ウルズ。なるほど。まあ、とりあえず、これで破壊して、強ないこれ。まあ、これもしょうがない。進化はもったいないけど、これしょうがないわ。あんま悠長なことしてても、フォルテでやられてしまうから。まあ、これでフォルテのリーサルもなくなったと。で、次のターン、クラキ、そこに入れるものが無料で出せるわけで。で、ウルズもおるから、で、潜伏状態やろ。で、6点確定、12点この時点で確定してるわけやろ。なんか、水流神とかなんか可愛らしく見えてくるな、ここまで来ると。サラマンダ、これ小賢しいなんで。悠長やな。あ、復讐状態にすんのか。それは悠長やぞ、悠長。普通に悠長なんだが。あ、でもこれ盤面取らないといけないのか。そうやな、そうか。ウルズ、あれ出ないの？あれ？あれ悪魔の、悪魔の鍵は？自分の次の自分のターン開始、自分の手札のコスト最大の
え、出ない、出ない。え、不具合？自分のターン、え、次の自分、あ、次の自分のターン開始時か。あー、なるほどね。こう負けた？これ、もしかして。え、ウルズ出します。なんかリーサルありそうやんな、これ。まあ、悪魔の鍵出してもしょうがないから、スイートワンパイ、スイートワンパイアってなるんかな。ちょっとやばいな、これ。え、負けた、もしかして。あ、目視力が鍵なんかな。まあ、ウルズはちょっといらんかもしれない。普通に入れるものだけでも強いような気がするわ。悠長やな、悠長。まあ、4個先で悠長、悠長。よし、オッケー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 やぞ。まあ、狙っていくと。オッケー、オッケー、オッケー。で、このターンに、暗き森のなんとか出てくるのか。あー、強いな。ただ、これ、こう、進化権が残ってないから、負けか。6。まあ、ウルズ、あ、そっか、ウルズ出さんかてよかったな。6、12。なかなか面白いデッキではあるんですが、使い勝手がちょっと難しいかな。3、4。まあ、でもこれで、まあ、例えば攻撃したときに、まあ、ウルズでこいつ破壊したときに、6点与えられるわけやろ、これ。まあ、なかなか、面白いデッキやと思うわ、このデッキは。まあ、強いか弱いはさておいて、まあ、ちょっと目視力が鍵かな。だからウルズはちょっと微妙かもしれんな。まあ、ちょっとやりすぎないような気がするわ。十分強いので。もう一戦だけやっていい？これ。なんか楽しい、このデッキ。普通負けたらもうやめるんですけど、なんかこのデッキ楽しいな。なんか一戦目がちょっとチートすぎた上に、なんか二戦目がなんか、どうなんやろうなと思ったんで、ちょっともう一回だけやって、この強さ確かめてみたいなと思います。まあそうやな。ディアボリックドレインとかも入れてるから、ちょっと手札が悪かったような気がするな。なるほど。まあビショップか。別にイージェスとかもどうでもいいしな、こんだけ強いデッキやと。まあ全部入れ替えるか。あー、悪魔の鍵か。そうか、悪魔の鍵、次の自分のターン開始時なんやな。なんかそういうことか。結構出すまでに悠長な感じになるから、だからちょっとあんま評価がブロンズカードになるのか。普通に出てくると思った。まあ不具合じゃなくてよかったぞ。あー、で目視力今回引いてるからなんとか対応できるぞ。まあ悪魔の鍵置くかどうかやな。まあ暗きそこより出るものが出ると仮定して、悠長やな。仮定して戦っていくかなんですが、あ、オッケーオッケー。じゃあこれ出すわ。まあ結構こいつ時間かかるから、出すのにやっぱかかるな、時間が。だから3コスで置くのが理想系にはなるのかな。でもバンダースナッチとかもいるので、ただこいつエンハース7やからな。なかなか難しいな。しかも口からなんか砂みたいなチョコレートが落ちていってるぞ。チョコレートの汁やな。あ、しかもこのレジェンド前、新カード召喚の時も話したんですが、非常に強いと思うわ。悠長やな。なるほどなるほど。ドローします。バホメットか。バホメットはできればあれに使いたいんですが、なんかそんな悠長なこと言ってる暇もなさそうやな。これまあ打ちます。でバホメット出すかどうかやな、ここ。次のターン5コスで、まあ、出すっていうパターンもあるんですが、これどうしようかな。バホメット出してもでもそんな回答策にならないんで、これターン終了しとくわ。まあ、次のターン復讐状態にすれば目視力打てばいいし、まあ、次のターンバホメット出すのがやっぱ動きとして強いから、まあ、悪くない。進化します。456か。なるほどなるほど。まあディアボリックもあるしな、全然大丈夫だと思う。中堅。おさかしいな。聖なる願い。なるほどなるほど。こいつ結構やっぱ強いよな、プリンセス。まあとりあえずここはバホメットでいいと思うわ。バホメットを出して目覚めなさい。で、あ、オッケーオッケーオッケー。で、これでもう、OTK も可能やから、でも OTK できるっていうのが強いよな。相手の体力を気にせんぜん。だからそれウルズ入れるかどうかっていうのは悩むよな。ウルズ入れなかったら OTK はできないから、なかなか難しいよな。でも1戦目が強すぎたわ、ちょっと。運が良かっただけなんかな。でも最強すぎたよな。進化、小賢しいな。で、ラストワードで確か何やったっけ、こいつ。
なんやこいつ。ラストワードで、ラストワード。なるほどな、小賢しいな。とりあえずまあじゃあ目視録最終売ってって感じになるのか。でディアボリクで回収していくって感じになるのかな。ああでしっかり進化したところを取っていくと。オッケーオッケーオッケー、非常にいい動きができてると思うわ。でも次のターンも6点与えていくかこいつで。悠長やな。あそこまでじゃ。まあオッケーオッケー、全然オッケーわ。オッケーオッケーオッケー、とりあえずこいつ出して、進化使っていくか。でこれでもう6点入るわけだ。で破壊しても6点入るから。ああ、まあ次のターン、ガルラが来たらちょっと怖いんですが、うわ強え、強すぎるぞこいつ。破壊しても進化後のなんか演出もすごい好きやこれ、かっこいいな。で、悠長やな悠長。もうちょっとデッキを変えた方がいいな。てかバンダースナッチがいらんような気がするわ。これをもうちょっとあの回復オールは、4コスであれば、ワードローブレーダーとか、まあ、その辺に変えた方がいいような気がするな。もうバンダースナッチいらんような気がするわ。なんか思ったよりも使えない。あこれ抜いた方がいいと思うわ。な使ってみた感想なんですが。で、あで、小賢しいな。強すぎだろこいつ。攻撃するだけで、あでも潜伏状態で攻撃したないか。次のターン8点いかないのか。なるほどな、よくできてるな。でも破壊したら8点食らうわけやから、こいつ破壊できないぞ。小賢しい。小賢しいな。あれラストワードで効くんじゃないのこのフォロワーが。あそういうことか、潜伏で破壊されたらってことか。そうやな。じゃあここは無難に回復しとくか、もしくはこいつを一体出す。あでもそれ回復しないとまずいか、まあ、回復します。で、あそうか、あなんか思ったより微妙やな。あそうか、まあでもこれなんか負けのフラグが立ってるよな、なんか若干。だからこのバンダースナッチをもうちょっとなんか回復カードで入れて、終盤にも耐えれるようなデッキにした方が強いような気がするな。小賢しいな。で、でも俺このね、灰色の戦士、こいつの演出すごい好きやわ。悠長やな。で、なるほどなるほど。ただこれウルズで、オッケー。リーサル入ってる、これ入ってないか、まあ、ウルーズで破壊したら6点いくから、まあ、目視録でもいいんやけど、とりあえず、まあ、先決、いやどうしようかなこれ。普通にバンダナウィッチで、あーでも回復しといた方がいいか。回復してそうやな、3点かちょっと頼りないよな、まあ、ウルーズとのコンボを決めていくっていう手もあるんですが、まあ、リーサルはないよな、まだ。さすがに。リーサルあるこれ。目視録。でも潜伏で破壊したらやから。難しいな、なかなか。難しいな。必殺、まあ、でも目視録打つまでもないか。とりあえずバンダナスナッチを出して、まあ、こいつ攻撃します。で、必殺なんでしっかり取っていくと。で3点、まあ、必殺やっぱ強いな。あちょっとバンダナスナッチがちょっと微妙やな、やっぱり。なんか白狼みたいな感じやな、やっぱり8コスは結構重いから、まあ、7コスで白狼みたいな動きになるから、やっぱ微妙やわ、ちょっと。これいらんかもしれん。まあ、ティガレックスよりはかっこいいんやけど、ちょっと微妙やな。でもなんかこのデッキちょっと改良するだけですごい悪さしそうなデッキっていうのはなんかなんとなく想像つくわ。私の負けです。あ普通に強いと思うな。まあ、ウルズもちょっと微妙。あだからウルズとこのバンダーウィッチを、どうしていくかっていうのがちょっと、考えていきたいなと、思いました。